でもネット見ると本当なんか余計分かんなくなったりしますよね。あ、そうなんですよね、うん、私10代の時も同じような痛みがあって。あ、そうでした、うん、そう、接骨院行ったら、うんうんうん、なんか別に骨は折れてませんし、うん、綺麗な骨ですねって言われて終わって、何のために行ったんだろう、綺麗な骨ですねじゃねえよみたいなまあでも接骨院ですからね、まあ、骨を見ますよねそうですよねじゃあまあ医者がそう言ってるし大丈夫かと思って、うん、なんか、うん、レントゲンは撮ったんですけど、はいはいはい、全然もう異常ないですみたいな。あ、はい、まあ骨に異常あったらちょっと自分でも分かりますよね。確かに腫れたりするし、ね、そうですよね、違う種類の痛みだよね、どこも。でもネットだとすぐなんか早く病院行った方がいいですよみたいな言うじゃないですか、まあまあね、知恵袋とか、はいはいはい、そうですねまあそういうふうに言っといたら外れではないですからね。あ、そうですよね。どうですか、さっきよりこうピンと張った感じはなくなりましたよね。なくなりました、うん、こっちもここがカチカチですね。うん、こっちの方が寄りそうかもしれない。だから痛いんですね、きっと。ここガチガチです、うんうん、もう真夜中とか腹立ちますね、ね、痛くて腹が立つ、腹立って腕ブンブン回すんですけど、意味ないんですけどここを緩めてあげないとですからね。もうギクシャクギクシャクしてますもんね。そうそう、もうなんかもうネットでいっぱい調べました。腕しびれるみたいな。ああ、はいはい、多分すごくね、あの同じ使い方をしちゃってるんだと思うんですよ。あ、うん、部分的に負荷がかかる状態で、うん、まあ、繰り返すとか、あ、うん、長時間とかっていうことになっちゃってるのが良くないと思われるので、やっぱあれはやっといた方がいいと思いますよ。こう壁でこうあの肩を動かすっていうか、はい、うん、やっぱり肩の位置が良くないっていうのが一つ、うん、まあ、どうしても腕を重たく感じる位置になるんですよね。あ、うん、帰りの電車でじゃあ、ちょっと普段でもちょっとまあ壁なくてもこうちょっとこう体にこう寄せてこう、うん、肩を後ろに引くっていうようなやったりとか、ぐーっと上げてパッと下ろすみたいにして肩の力を抜いておくとか、うん、そういうことをちょっと意識的にやっていただくといいと思います。あ、はい、結構知らず知らずに力んじゃってるのが、うん、続いたせいで、はい、こう緊張が、うん、残ってるので、痛いです。うん、痛い痛い痛い、うん、とにかくね、力
がね入っちゃうんですよね。耐性もあるとは思うんですけど。すぐに、今すぐで、はい。まだね、ありますけど、どうですか、最初と比べてだいぶ。あ、そうですね、うん、痛くなかった頃を思い出してきました。だいぶ、まあ、まだあるはあるんですけど、その最初にあるこう、もう異常なっていうかピーンとした感じっていうのはなくなったので、まあこれぐらいであればまあ範囲内っていう言うんですかね、まあその正常な範囲内というか硬いけど、まあその顕著にっていう感じではなくて、そうですね、まあ全体的に硬いぐらいの、はい、他とそこまで大きな差がない状態でなってるので、やっぱ極端にどっかが硬いとかなっちゃうとすごくしんどく感じるので、レジ体を伸ばしますね。腕両方動かしてみてください。どうでしょうか。あ、滑らかです。はい、良かったです。なんか本当に、はい、ロボットダンスのような。そう、ギクシャクギクシャクがすごかったですもんね。なんかちょっと辛すぎて、どうしてるのが楽な状態とか、どういう状態が普通っていうのがもうなくなっちゃってるような感じだったんですよ。なんか、あ、そうですね、探ってるみたいな。なんかうつ伏せで寝るのが一番楽みたいなレベルで。はいはいはい。寝れなかったですね。寝れないですね、それは。まあ今くらいだとまあ。ちょっと気になるかもしれないですけど、その気になってどうしようもなくてイライラするっていうことではないかなと思うのでですね、まあ、またちょっと他の部位もやっていけばまた馴染んでくるというか、取れてくるところもあると思うので、腕はこれぐらいで、はい、はい、ですね。じゃあ肩周り叩きます。はい、座ってください。すごい、めっちゃスースー。そう、すごいスースーします。はい、持続力がすごい。あ、ありますね。肩叩いた時、はい、肩の左右差もちょっと気になったんですよ実は。でも今はそれが取れたので、あ、よかった、うん、多分ちょっとこう腕やったことで肩の力とか左右差っていうのも軽減したんだと思います。お疲れ様でした、はい、ところで、うん、皆さん何か告知などありますでしょうか。仕事の告知はないんですけど、はいはい、最近ツイッターをやめて、はい、
インスタグラムを始めたので、はい、よかったらフォローしてほしいんですけど、はい、名前が青井美琴っていう、ね、あそうですね、そう、はい、名字つけました、はい、名付けてやってるので、はい、よかったら探してみてください、はい、あの貼りますね、青井美琴、そうですね、アンダーバーでしたっけ、あそうですね、下のなんか、うん、下の線ですよね、はい、アンダーバーが入って、はい、青井美琴、アンダーバー美琴でアカウントですね、はい、はいですね、結構あれですよね、肌の露出が多めの写真もあったり、はい、あそうですね、はい、まあ、お好きな方はぜひ、はい、お願いします、はい、私もインスタをやってるのでよかったらフォローしてください、では今日もありがとうございました、またよろしくお願いいたします、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします、お疲れ様でした、ありがとうございました。See you.